あたりチャンネル。こんにちは、あたりです。前回こちらの2号ロボ五星グランドで遊びました。ということは今回はこの1号ロボの五星グレートと、まあ、合体させるんです。よし、じゃあまずは五星グレートからいきましょうか。背中の剣を外す、両腕を外す、足のヘッダーを外す、胸のヘッダーを外して、顔をしまうよ、羽をグッと。よし、じゃあ次は五星グランド、腕を外す、頭外す、胸外す、背中のこれを外す、シーレオン、スカイレオン外す。この五星グランドの腕のパーツ、まずはここをこうグッと持ち上げます。そしてこれをパタンと下ろす、逆側もよいしょ、はい。で、五星グレートの足に取り付けます。で、足の先にここね、こういうのがあって、で、この足のパーツこう抱き込む形のジョイントと、こうね、ヘッダーのジョイントがあるので、こここうガチャッと、よし、ガチャッとやったら、見にくいかな、ガチャッとやったらカチャン、反対側もよいしょ、ガチャッとやったらガチャッ、はい、 OK。 で、五星グランドの背中についてたこれ、これをよいしょ、こうして、で、こうですね、ここのジョイント、ここのジョイントに取り付けます。こうですね、ガッチャッガッチャン。前から見るとこういう感じ、うん。五星グレートの上にこの五星グランドの胴体部分、ここにジョイントがあるので、こうです、このまんまこうで、ここのパーツ、これをよいしょ、こうしてこっちにグイッと持ってくる、逆側も同じようによいしょ、こうして、はい、こうですね。そしたらここのパーツを下げて、ここのジョイントにくっつける、こうですね、逆側も、はい。で、五星シーレオン、ここの左右のボタンを押して、こうですね、戻します。五星スカイレオンも同じように伸ばす、ここのジョイントに取り付ける、この右肩のジョイントに五星フェニックスを取り付ける、左肩には五星シャーク、左右のここのヘッダーのジョイントの部分にスネークとタイガーのヘッダーをつける、胸には五星ドラゴン、よいしょ。そして五星グランドの顔の部分、この、五星ナイトの腕の部分を前に持ってくる、よいしょ、こうですね、こう持ってきたらよいしょ、つけます、ここにつけます、ガッチャン。そして足を開きます、ドラゴンソードをよいしょ、はい、ドラゴンソードを分離させて、五星グランドの胸のパーツをよいしょ取り付けて、こっちも取り付けます。裏側にこう取っ手があるんですね、これを引き出して、で、まさかの登場、クワガタヘッダー、はい。なんでここでクワガタヘッダーなんだって、まあ取り付けてよいしょ、はい、開きます。この右腕に持たせられるようになっています、よいしょい、はい、 OK、 はい、完成、グランド五星グレート。高さが 65.5m、 横幅、ここが 61.4m、 重量が4800トン。これもう持ち上げるだけで一苦労ですね、重たいね。足なんかはもう完全に伝統の下駄合体ってやつですよね。で、まあ胸とか肩のこの上半身周りに6人のメンバーのメインの五星ヘッダーを集めている。基本的にはこの手に持った五星ランサーね、これで戦いますね。だから中盤から後半にかけてもうずっとこれで戦ってたような気がするよ、うん。まあ、ちなみにこの五星ランサーなんですけど、クワガタじゃなくて、よっ、タカヘッダーをつけたりとか、マンタヘッダーをつけたりね、して戦ったりもしていました。グランドグレートストライク、ズバーン。で、まだ3つぐらいこうヘッダーをつけられるところがあるんで、まあこう適当にね、五星ヘッダーをつけて遊んでもいいですよ。まあ別にこれに限らずとも、よいしょ、頭をね、こうタカヘッダーにしても
いいわけですしね、五星ヘッダーの遊び方は無限大だぜ。はい、ご視聴ありがとうございました。というわけで今回は五星グレード、そして五星グランドを合体させてグランド五星グレードに合体させました。いかがだったでしょうか。というわけで、転送戦隊五星ジャーのおもちゃ、全部遊びました。もうこれ以上は持ってないです。五星アルティメットとか持ってないので、これで終わりでございます。まあ、次回からまた別のシリーズのおもちゃで遊びたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。